国鉄50系客車 JR 西日本基ハ33型機動車基ハ33型はかつて西日本旅客鉄道に在籍した一般系機動車である50系客車の改造により2両が製造された1988年に50系客車の改造により製作された50系客車は製造からあまり年数が経過していないにもかかわらず 客車列車の電車、軌動車化が急速に進んだことから余剰となっていた。そのため50系客車を軌動車に改造することで、完全な申請よりも低価格で軌動車を増備し、なおかつ余剰車両を有効に活用することができると考えられた。車体抗体は切り継ぎなどはせず、50系客車のものをほぼそのまま使用している。車内両端に、 半室式の運転室を設けるため、運転室にかかる部分の客用扉は1.5メートルほど、後方へ移設しているが、客用扉はいずれも幅1メートルの肩引き戸のままで、自動、半自動の切り替えが可能である。運転室横は、車掌業務用の小窓のみで、乗務員用扉は設けられていない。側面窓は、種車のユニット2番窓のままである。前面は、 オハ50系のつま面をそのまま生かし、窓や前照灯、尾灯、警笛、方向幕など、列車の先頭車として使用するのに必要な設備を新設している。全面貫通系だが、貫通扉は、種車の引き戸から開き戸に変更され、その上に全焼灯が2個設けられている。廃墟機はキハ40系と類似した形状のものを装備している。 新生時にはスカートに、スノープローは取り付けられていなかったが、2006年12月に1001、1 100 2ともに設置された。台車、機器などの走行部分については、国鉄分割ミニエーカ前に、北海道、四国、九州に配置された、キハ31系、キハ32系、キハ54型、あるいはそれと類似する各地の、 第3セクター鉄道の新生機動車とほぼ同様のものを使用している。エンジンは新潟鉄工所製 DMF13HS を一機搭載している。客車の車体を利用しているため同型のエンジンを搭載する他社の車両に比べて車体重量が大きく、重量あたりの出力はやや劣っている。台車は廃車発生品の DT22、 TR51 が用いられている。変速機も発生品の TC2ADF115A である。在来他車との並結が可能な構造であり、ブレーキ装置の関係から、最高速度は時速 95km となっている。車内より運転室側を望む50系では、デッキと客室が分かれていたが、本形式ではワンマン運転に対応した構造とするため、 デッキと客室の仕切り壁は取り除かれている。座席は種車よりもロングシートが増えているが、クロスシートも残っている。運転室は半室式で低い位置に設けられている。両運転台構造となっている。種車の大ハ50型と同様トイレは設けられていない。2両が後島車両所で改造された。番号の対応は以下の通り。 改造内容が多いため改造コストが高額となり、キハ08と同様に、客車改造によるコスト低減効果が低いと判断されたことから、2両のみの改造で終わった。トイレがないためにキハ47型に倣って1000番台に区分されているが、基本番台車は存在しない。オリジナル塗装ーツ線形機関車庫の転車台にて、 転車当初は2両とも米子運転所に配置された。主に、境線の普通列車と白尾線、山陰本線生産駅、宝棄台線駅、米子駅間の普通列車の一部に運用されていたが、2003年10月のダイヤ改正以降は、定期運用から外れ予備車となっていた。しかし2004年8月頃に、2両とも、鳥取鉄道部にし鳥取車両支部に転廃された。 本形式にはトイレがないため単独では運用せず、トイレ付きのキハ47型レ番台とペアで2両編成を組み、山陰本線浜坂駅と鳥取駅間の普通列車として運用されていた。当初は、アイボリーチに青帯を配した車体塗色であったが、後に、タイ、水鳥といったイラスト塗装とされ、さらに、北楼と妖怪の塗装に変化した。 そして鳥取転属後の2004年に千0 0 2が、2005年1月に千0 0 1がそれぞれ朱色動号を一式に変更された。2010年3月13日のダイヤ改正で定期運用から退き、同年3月30日付で廃車、廃形式となった。このうち1001については津山学びの鉄道館で生態保存されているが、1002は、 後藤総合車両所にて解体された。蒸気の通り配置から廃車まで、米子支社を離れることはなかった。客車として運用されたのは10年ほどであるが、機動車としては22年間運用されていた。本形式と同様、客車を機動車に改造した車両として、以下の形式が挙げられる。ありがとうございます。